キャサリン・ゼタ・ジョーンズはイギリスの女優。2002年の映画シカゴでアカデミー女演女優賞を受賞。2010年にミュージカルエイリトル・ナイト・ミュージックでトニー賞ミュージカル主演女優賞を受賞。ウェールズのスウォンジー出身。父親はキャンディ工場のマネージャー。母親はアイルランド人の血を引く。兄と弟がいる。本名はキャサリン・ジョーンズだが、 祖母の名前からとって、キャサリン・セタ・ジョーンズとしている。11歳で、アニーなどの舞台に立ち、15歳の時に、ロンドンに移る。1990年に、シェラザードで、映画デビュー。翌年放送のイギリスのコメディシリーズ、ザ・ダーリング・マッツ・オブ・メイに出演して、英国内で注目を浴びるようになる。1992年に、コロンブスでハリウッドに進出。 スティーブン・スピルバーグが制作葬式を務めたマスク・オブ・ゾーロにてアントニオ・バンデラスの相手役に抜擢され一躍注目を浴びる。1998年にはピープル氏にて最も美しい人物に選ばれた。2002年公開のシカゴで共演のレネーゼル・ウィガーと共にゴールデングローブ賞、主演女優賞にノミネートされたが受賞を逃した。アカデミー賞では 助演部門で候補に上がり、見事アカデミー助演女優賞を獲得。受賞式では、クイーン・ラティファと共に、歌曲賞候補になっていた歌を披露した。2010年に、ミュージカル、エイ・リトル・ナイト・ミュージックで、トニー賞ミュージカル主演女優賞を受賞。同年6月に、これまでの功績が称えられ、大英帝国勲章を授与された。俳優以外の活動では、 化粧品ブランドエリザベスアーデンのスポークスマニア、携帯電話 T モバイルの広告等を務めているほか、ラックスのイメージキャラクターになっている。日本では、ラックスの CM で知名度を上げた。2000年9月に、俳優のマイケル・ダグラスと結婚。同年、妊娠。映画、トラフィックでは妊娠中の役柄をそのまま出演し、翌2001年に長男を出産。2003年4月には、 長女も出産し、数を数めの母でもある。現在はアメリカ合衆国で暮らしている。彼女は自身の子育てについてしばしば発言をしている。パパラッチを恐れて子供を公園に連れていけないことを発言し、マスコミの取材の自粛を求めた。また、夫の出演映画に暴力や性描写が多いことから子供たちには成人するまで見せないと発言している。 2011年4月、双極性障害の治療のために、精神科で5日間の入院治療を受けたことを告白。私が入院したことで、同じ病気を持っている人が一人でも病院に行く、気持ちになってくれたら、と思います。黙って苦しむ必要はないのですと、ピープル氏に語った。一時は回復も伝えられたが、2013年現在、治療を続けている。ありがとうございます。